はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイ、こちら、CGC、またしても、CGC の、チューハイレモン、アルコール度数が 8% と高めです。果汁が 2.7% で、値段がね、まあ90円か100円ぐらいで買ってま、言ってました。原材料がレモン果汁と醸造用アルコールと糖類と酸味料と香料。こちらが、あ、これ製造者が、宝酒造株式会社だって。あ、マジか。まさかのこれ宝酒造の、あれか。で、販売者が株式会社 CGC ジャパンと。ということはこれ、うまいんじゃないか、絶対。宝酒造の、中杯ほぼほぼ外れがないから、ほぼほぼ外れがないんで、これは期待できる、これは期待できますね。完璧。まあまあ普通にうまいですね。ほのかに甘みがあって、そこまで甘くないんですよ。うん。普通の中杯とかに比べるとちょっと甘みが若干抑えられてる。感じはあります。うん。で、レモンの風味もしっかりあるし、これあれだな、確か焼酎ハイボールレモンがアルコール度数 7% ぐらいでね、あれ 6% だったっけ。それに結構味が似てますね。焼酎ハイボールと、うん、アルコール度数 7% ですね。これが 8% なんで、1% 上の、焼酎ハイボールのレモンと、味が非常に似てはいるな。うん。あ、美味しいですね。普通に美味しいですね。このなんか、このなんと言いますか。あ、でもいろいろ見た、あ、これ焼酎ハイボールレモンよか、これあれじゃん。果汁が、これ 2.7% なんですよ、果汁が。でも焼酎ハイボールレモンは 1.5%。つまり、1.2% こっちの方が果汁が含まれている。で、なおかつアルコール度数が、1% 高い。うん。あと違いとしては、あれだな。炭酸の、強さが、こっちの方が弱い。焼酎ハイボールレモンの方が明らかに炭酸の強さが違いますね。うん。こっちはそんなに炭酸強くない。まあそこだろうな、違いはな。うん。あ、でもうまいな。これ普通にうまいな。CGC のチューハイ、
段が100円未満で買えた気がする。うん、これはあれだな、 CGC の中杯っていうか CGC、 うん、まあ CGC の中杯でいいね。これ一番当たりじゃないのこれ。やっぱあれだな、この全然このくどくない感じね、あの優しいこの甘さ、あのくどさがない、優しい甘さ、うん、まあ甘味料使ってないからね。であと結構あのやっぱ若干甘みが抑えられてるかなと勝手に思っておりますけど、うん、これうまいな。これはあれだな、これは美味しいですね。まあでも焼酎ハイボールレモンもあんまり値段としてはそんなに変わんないのかな。まあどっち買っても美味しいけど、これはかなりコスパがいいのか、まあ焼酎ハイボールレモンもう100円ぐらいで買えるけどな、まあまあでもプライベートブランドのやつでここまでうまいやつはそうないでしょうね。あ、しかもアルコール度数 8% だしね。8% って考えるとなかなかあれなんじゃないですか。いいんじゃない。うん。うまい。うまいな、これな。あの CGC のまあ第3のビールとかは韓国製なんでそこまであのあれなんですけど、うまくはなかったんだけど、これはあれですね、安心の宝酒造株式会社。そして俺みたいに甘味料が入ってないやつが好きな人向けね。うん。甘味料ダメなんだよ。うん。まあ。甘味料、まあダメじゃない人もいるしね。でもアルコール度数高いし、特に癖とかもないし、まあ美味しく飲めるんではないでしょうか、これはね。大体プライベートブランドの酎ハイとか大体まずいんだよな。
まあ言っちゃ悪いんだけど、大体まずいんだ。大体まずいんだ。まあ一つちょっと物足りなかったのは炭酸がちょっと弱かったということですね。うん。まあ焼酎ハイボールレモンみたいに炭酸がもうちょっと強ければかなり星が一個ぐらい増えるんじゃないか。うん。まあでも炭酸弱いの好きな人もいるしね。3334です。ご視聴ありがとうございました。